Wii Party は、任天堂と ND キ u b e が開発し、任天堂より2010年7月8日に発売された、Wii 専用ゲームソフト。続編として、Wii Party U が、Wii U 向けに発売された。2010年5月に行われた、任天堂の第70期決算説明会で発表された。任天堂が、パーティーゲームを発売するのは、 マリオパーティ DS 以来3年ぶりとなる。開発においても ND キューブの社員をはじめとしたマリオパーティシリーズ担当経験のあるスタッフが参加している。Wii スポーツ、Wii フィット、Wii ミュージックに続く Wii の第4の定番ソフトとして発売をした。登場キャラクターは Mii で、Mii を使って様々なゲームに挑戦することができる。 日本では2010年6月2日に同年7月8日発売と発表がなされ、6月24日には公式サイトがオープンした。数量限定で Wii リモコン同梱版も存在した。2011年11月下旬からは Wii 本体と Wii リモコンプラス同梱版が数量限定で発売された。日本版のテレビ CM には ニュースーパーマリオブラザーズ Wii や、マリオカート Wii、スーパーマリオギャラクシー2に引き続き、人気アイドルグループ、嵐を起用している。日本ゲーム大賞2011年間作品部門優秀賞受賞。このソフトが任天堂が展開していた、タッチ・ジェネレーションズブランドの最後のソフトであった。テレビ画面と Wii リモコンの両方を活用したモード。 二から四人に対応している。コムのミートは遊べない。同社のマリオパーティシリーズに近いリモコン操作に重点が置かれたミニゲームを軸としたモード。一から四人に対応している。二人プレイ専用のモードだが一人プレイでもできる。開発は主に任天堂の子会社である ND キューブが担当した。ND キューブには過去にハドソンで マリオパーティーシリーズの開発に関わっていた開発者が在籍していたことから、任天堂が主人公にミーを使ったパーティーゲームの制作を持ちかけ、開発がスタートした。マリオパーティーシリーズと違い、プレイヤーの分身であるミーが操作キャラクターであり、そのことから定められているゲーム中でのミーの扱いについてのルールを踏まえて開発しなければならなかったことが大変であった。 と ND キューブの開発者は語っている。またそれ以上に Wii の名前を冠した Wii シリーズのゲームとしてリリースすることから新しいチャレンジをすることが任天堂側から要求されておりそのハードルを超えることが難しく開発が予定よりも大幅に遅延した。最終的に Wii リモコンを隠すという発想から生まれたリモコンかくれんぼを思いついたことから リビングパーティーと名付けた一連のゲームが生まれ、任天堂内の Wii スポーツリゾートや Wii Fit Plus 開発チームからのフィードバックも受け、発売に至った。本作は賛否両論ながら、どちらかといえば、好意的な評価を非評価から受けており、メトクリティックのスコアは100点中68点である。ゲームスポットは10点中8点としており、 バラエティに富んだミニゲームやモードを称賛している。一方で、かなりの数のゲームをプレイするまでのロード時間が長いことや、特定のモードをプレイし続けることに対する、インセンティブが多くないことなどを指摘している。任天堂ワールドレポートも10点中8点としており、マリオパーティにおけるよくある、不満点は、数多くのトラップや、対戦相手が操作している、際の待ち時間といった要素が、 ゲームプレイを止めさせてしまうほどに多いことだが、w ィー Party ーでは、ゲームスピードが上がったことで回避できていると述べている。イグノは10点中7点とし、プリティー、グッドゲームではあるものの、過去の同種のパーティーゲームより優れてはいないと述べている。ゲームトレーラーズは7.9点をつけており、少数のダメなモードやいくつかのコントローラーの、 小さな問題を除いて大きな欠点はなかったと述べている。ゲームインフォーマーのフィル・カラーは否定的なレビューを投稿しており80以上のミニゲームのクオリティが統一されていないことなどを指摘している。日本ゲーム大賞2011で年間作品部門優秀賞を受賞した。日本では発売初週である7月第2週に23万本を売り上げ。 この週の売上ランキングで1位を獲得した。2011年1月の任天堂の決算説明会ではヨーロッパ、日本、アメリカでの売上を比較するとヨーロッパでの販売台数が最も多くアメリカが最も低いと報告された。2013年までに日本で236万1016本を売り上げ2019年までに 全世界で934万本を売り上げた。ありがとうございます。